どうも、いちもりゅうです。皆さん、こんにちは。いちもりゅうです。今日はバレンタイン2月の14日とあって、チョコレートのね、食べる日記をやろうかなと思ってチョコレートを買ってきたんです。全部で3種類。まずは落としそうだった。まずは近くにファミリーマート、ローソンがあるんですけど、ローソンで売っていた、農心生チョコパフェ。なんて読むのかさ。農心生チョコパフェって言うんですかね。っていうのと、ガーナ生チョコレート。なんかね、この時期だけに出る、ちょっと冬季限定っていう、こういうの出ますよね。そういうので、こうちょっとね、いかにも、とろっとしてそうで美味しそうだったので買ってきたんです。あと、明治ザ・チョコレートの、これも、なんか、リミチッツ、2019リミチッツって書いてまして、カカオ67%、ユズって書いてますね。私、ユズが大好きで、弾ける香りって書いてますんで、ビーンチューフォー。ね、弾ける香りは、これ、弾ける香りとも読めますね。ゆずが弾けるのか。いくつものなんちゃってね。っていう感じで、これとこれと、これとこれと、表かな。これとこれと、これの、これとこれと、こちらとこちらとこちらのレビューをね、して、私のプライベートなバレンタインを過ごそうと思うんですけどね。あともう一つありました。いただきもののチョコが一つあります。私、チョコをいただいたの。こちらのですね。ですね、人生で初めてね、チョコをいただいたの。あ、そんなことはないかもしれない。でも結構貴重なチョコ。こちらはゴディバの、ゴディバフェアリーケークカレーアソート。嬉しいです。じゃあまずね、私のね、これを食べていこうと思います。思います。でね、世の女性陣はみんな手塩にかけて愛しい人へ、そして会社の同僚、またはごまをすりたい上司、あるいは、ついてきてほしい部下に、せっせせっせと、せっせこせっせこと、ギリチョコや、友チョコや、そしてまた手作りチョコを作っている、買っている間に、私は一人のほほんと、コンビニで買ったチョコレートパフェを食べる。それを動画に撮るというですね。今年も相も変わらず、出無精で、そしてズボラな一森でございます。では、ローソンで買ったチョコレートパフェ、お味はいかに？このね、食べる日記復活っていう感じですね。基本食べる日記は、ノーカット、ノー編集、そして、買ってきたものをどんどん食べるっていうですね。まあ、たまには作りますけども、なんかこう、最近すごいこう、YouTube なんかの動画、みんなすごい編集して綺麗にやってますけど、食べる日記はもうゆるくやっていきますからね。ゆるくゆるく。その、合間合間に、それと同時並行でなんか作ってみたとかって、こうちょっと編集凝ったり、CM 作ってみたとか、いろいろやってみたいと思います。食べる日記はもうプライベートな、食べながらこうレビューをしたり、日々日常で起こったことを喋ったり、一緒に食べてるような気分になるような動画で十分なんです。わかりますか？クリームがこんなに乗ってるんです。
8割粉のチョコレートホイップ生クリームなんです。すごく美味しいです。これは本当に、あと2つ3つ食べたいぐらい美味しいです。くっきりの、なんていうんですか、ホイップが立ってて、で、中のホイップもすごいね、どっしり入ってますね。じゃあここらでちょっとこの深部の部分、このココア色のチョコレート色の濃い部分をいってみましょうか。あー、とろっとしてますね。とろっとしてます。おー、これは贅沢なバレンタインデーですね。皆さんは誰かに今年はチョコレートをあげなさるつもり、予定の人はいるんでしょうかね。バレンタインデーは女性が贈るものっていうイメージありますけど、男性も女性に贈ったりするんでしょうか。むしろバレンタインデーとホワイトデーっていうのがありますので、私のイメージとしては、バレンタインデーで仕掛ける、それにホワイトデーでお返しをするっていう感じのイメージできますと、別に女性の人が男性にあげようが、男性の人がバレンタインデーで女性にあげようが、同じのような気もいたしますけどね。つまり先手を打つ、それに応える。気持ちがある方が先にチョコレートを渡す。それに気持ちを受け取った方が何か返答を出す。そのような風に考えれば、別に世の男性陣もバレンタインデーに女性にチョコを送るっていう習慣もあってもいいのかなと思ったりもいたしますけど。チョコをもらっても返さないっていう方もいらっしゃいますし、まあ返すのが面倒だと、それはもうそこまでの気持ちということなんでしょうね。なのでそれを考えると、女性はむやみやたらめったらとチョコレートを渡すっていうのもですね、後々のこうことを考えるとね、まあ、損得勘定っていうのは、こういうことはあんまりこう、なしにした方がいいとは思いますけども、まあでもやっぱりこう、器を小さく考えると、まあそういう男性に送るのは全くもってこう、無駄というかですね。そんな気もいたしますんです。まあ、好きという気持ちはね、とか、お世話になってありがとうっていう気持ちに、損得勘定っていうのはまたちょっと違うと思いますので、まあ、そういう面では、お返しは別にその期待しないでっていう方は、ぜひぜひバレンタインいろんな方にこうチョコを振りまいていったらいいなとは思うんですけど、まあもらう方としましても、これは返してもらわないと困るというような方のチョコレートであれば、受け取る方もちょっと受け取りにくいということもありますね。まあそんなこんなで、じゃあちょっとこちら味変として、このパフェの次は、このガーナの生チョコレート、オージュミルク、いってみましょう。ガーナはもともと板チョコのイメージが強いので、こういう生チョコで、しかも粒のものっていうのは個人的にすごく珍しいですし、この包装のこの、なんていうか、このデザインもすごく可愛いですね。ちょっとクリスマス感もあったり、バレンタインでだなっていう季節感を感じるものとなってますね。これはどっから開けたらいいんでしょうか。開け口、ここに書いてますね。箱を開ける瞬間、特別感あります。おお、いいですね。贅沢なひととき。これわざと、これ表ではなくて、この裏を全部、裏が見えるようにこう包装されてるのは偶然でしょうか。裏に贅沢なひとときって書いてるんです。
贅沢な、まさに贅沢な、くしゃみが出そう、贅沢な人と暖房つけるの忘れてます。暖房つけないと寒い季節、まさに贅沢なひととき、うん、それではいただいていこう。ああ、開けるとこんな感じ。うん、見た目は何の変哲もない粒のチョコレート。ちょっととろっとした感じを出してきてますね。うん、うん、チョコの匂いがしますね。ではまずかじってみますね。うん、うん、うん、もうちょっとこう温めるともう本当にとろけてくるのか。これでも十分柔らかい、柔らかいです。うん、あ、溶けます、口の中で。うん、いや、表現するとすると、チョコの鎌倉、薄いチョコの鎌倉の中に温かいチョコの、うん、何でしょう、パリッとしたチョコの皮の中にとろける、とろけるチョコの気流がこう閉じ込められてる。パリッと破ると、トゥンってこうチョコが、チョコの気流が口の中にこう広がって、うん、チョコ前線みたいな感じで。パリッ、ん?みたいな。パリッ、ん?みたいな感じですね。もう一回行ってみようかな。でもあんまり食べ過ぎると良くないのでですね、今度こちらの明治座チョコレート、ガーナの方はロッテなんですね。ガーナはロッテ、こちらは明治座チョコレート、明治です。じゃあこちらをちょっと食べてみましょう。ちなみにね、ここはここが突出してるんですね。シュンって突出してるのは酸味、酸味がシュンって突出してまして、あとはビター感と果実化が、果実香が、ビター感と果実香、ここは高いようになってます。酸味と果実香とビター感。あとは加工、花の香りって書いて加工って読むんですかね。加工がね、高いって書いてます。柚子、鮮やかな香りがパッと弾けます。フルーティー感のカカオと爽やかな柚子。二層構造のタブレット3枚入り。あ、開けるとね、こんな感じで。これは開けやすいですね。非常に明治座チョコレートは開けやすい。まあ3枚しか入ってないので、ちょっとプチプラ、コンビニで売ってるにはちょっとプチプラ、贅沢感のある感じとなっております。個包装もね、一つ一つ多分模様が違うんですよね。この部位によって、この紙、包装紙を使う部位によって、こういうすごいおしゃれですよね。もしかしたらいろいろ集めるとパズルみたいにできるのかもしれないですね。こうやったりこうやったり。じゃあそのうちのこちらをちょっといただいていこうと思います。思います。思います。開けると、ああ、濃いな。濃い。おお、模様が、ああ、お分かりいただけただろうか。模様がおついてます。なんかこう太陽のような、太陽こういう風になって、こう太陽がこうあるみたいな、そんな感じの、ひまわりかしら、そんな感じになってます。裏もね、なんか模様が見えますか。裏もなんかちょっと模様がついてるんですよ。おしゃれですね。これでもなんか製造過程でこうついてるのかな。本当に模様としてつけてるんだったら凝ってますよね。じゃあちょっとどんなお味でしょうか。せーの、パリッって言いましたね。うん、うん、もう柚子が濃すぎて、もう柚子ではない何かになってますね。
ゆずが進化してます。ピカチュウがライチュウになるようにゆずがもうユズレスみたいになってます。私の知っているゆずではない。ゆずの4乗くらいになってますね。ゆずかけるゆずかけるゆずかけるゆずで、新しい平方数が生まれたりなんちゃって、これすごいですね。本当になんか私の知ってるゆずじゃないみたい。色で表すと濃厚なオレンジです。何でしょう、ゆずは黄色のイメージですが、もうね、こういうオレンジに近い味ですね。ゆずの4乗なんで、それにチョコレートが入ってるんで、あ、むしろチョコレートの中にゆずが入っているというよりは、ゆずの4乗、煮詰めた煮詰めた煮詰めたゆずの4乗の中、4乗の中にチョコを混ざり合わせたみたいな、そんな感じです。はあ、美味しい。これは期間限定ですわ。これでオリジナルチョコ、手作りチョコを作るとすごいことになるかもしれない。すごい個性的な味になると思います。むしろなんかオレンジピールとかその辺に近い味もしますしなくもないですね。面白い。そんな感じでね、本日の食べる日記はこのこちらのチョコレートパフェと、こちらのガーナのチョコレート、とろけるチョコレートと、こちらのね、明治座チョコレートでした。じゃあちょっとこの後はゆっくり食べていくよみたいな風にしようかな。いつもね、完食動画を撮ろうかどうかすごい迷うんですよね。でもね、私はこれをね、ちょっと完食して終わりたいなと思います。どうして迷うかって言いますと、完食しないで終わるとただのレビュー動画みたいになっちゃう。それはそれで不本意なんですよね。食べる日記なので、食べてる間に話すこととか出来事も、まあこういう話はつまらないんで。生チョコが乗ってます今上に。生チョコがね、溶けるんですよ。生チョコの涼感が、生チョコって涼感がありますよね。こう涼しいクールビューティーって感じの。幸せだ。最近 YouTuber のテンチムさんがこの辺のコリをほぐしてあげると小顔になるっておっしゃってたんで、私万年肩こりで姿勢も悪いので、なるべくお風呂上がりにこの辺をねマッサージするようにしてるんです。皆さん小顔になってるかどうかチェックご覧あれ。チョコレートって本当に美味しいですよね。
スイーツの中のお肉って感じがします、チョコレートは。スイーツの中のお肉です。じゃあスイーツの中の野菜はどの位置にあるのか、どれになるのか。スイーツの中での野菜っていうのはやっぱ寒天じゃないですかね。寒天を使ってデザート、あれはね、スイーツの中で例えると野菜になると思います。なんか体に良さそうじゃないですか。まあチョコも体にいいんですけど、取りすぎると鼻血が出る、つまり血の気が多くなる、だから肉のイメージなんですよ。寒天はなんかきゅうりみたいな、そういう淡白な感じなんで。それではスイーツの中での無機質は、これはもちろん牛乳。牛乳だとそのまま食材になっちゃうので、ホイップクリームとかですかね。あれはあれで、でも脂肪分が多いですね。そういうふうに考えると面白いですね。というこんな間に喋ってる間に完食しました。美味しいですね、本当に。バレンタインの日にこうやって一人でもちゃんとこうバレンタイン感を味わえるスイーツを一人でじっくり味わえるなんて幸せだ。あ、大切なものを忘れてました。あ、これをレビューしなければ。これはメインのようなもんですね、今回ね。ゴディバのチョコレート、22分も喋っちゃった。せっかくなのでレビューしたいなと思うんですけど、開けたくない、可愛くて。でも開けなければレビューはできない。綺麗に開けます。私綺麗に開けるのが すごく下手くそな人間なんですけども、せっかくバレンタインのね、まあ食べる日記は緩い動画でやっていこうと思ってますけど、まあ、せっかくなんでね、これだけレビューして。ゴディバフェアリーケークカレーアソートメント、チョコレート 32g6 枚、10月29日までベルギー国産、涼しい場所で保管してくださいって書いてますとね。栄養標本が2種類ありまして、ミルクストロベリーとダークアーモンドって書いてますね。ちょっと開けてからのお楽しみで。もうこの表記を外さないとリボンが取れないようになってます。よし、うまいこと開けれそう。かわいい、こんなかわいい箱を初めて見た。ね、チョコをいただけるなんてありがたいことなんだなって自分がもらって分かりますね。なので世の男性陣の皆さん、チョコレートもらうのがもらえるのが当たり前なんて思っちゃいけません。ほとんどの皆さんはもらえない時の方が多いんですからね。こうね、ポカンともらいっぱなしも良くないですよ。ちゃんとですね、こういただいたのに何らかの形でお返しをしていくの、まあそれは自分自身にも言ってるんですけど、あ、ハサミで切ろう。こんな風に、あ、すごい、ちょっと待って、きれい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 、ああそういうことか。ちょっと待ってね、あ、ちょっと待って、じゃじゃん、あ、かる、わかる、あ、いける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 、あ、ちょっと待って、なんで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 、あ、ついてるかな、待ってね、セロテープがね、両面についてて、これ、これに固定されて、オッケー、いけた。じゃじゃん。おー。あ、チョコが挟まった。あ、すごーい。さすがゴディバ。凝ってます。内装、すごい綺麗です。
これが赤いのがダークチョコレート、ダークチョコレートアーモンドで、ピンクのがストロベリーってことですね。食べるのもったいないな。でもせっかくなんで食べますね。ココア 30% って書いてます。ミルクソリッツ 24% contains high in milk may contain nuts and wheat wheat かっこグルテン made in Belgium by Godiva。 こういうねくだらないことで遊ぶのが好きなんですよね。こう表示を、英語表記をあのネイティブらしく読む練習みたいな。あ、こんな感じです。こんな感じ。あ、こんな感じでゴディバのね絵が彫られてます。あ、匂いはね、なんかね、なんかあの画材の、画材を塗った画材の匂いがします。うん、ちょっとかじってみます。柔らかい。あ、ゴディバのチョコって硬いイメージありましたけど、なんかちょっと若干シャリ、サクッとした、シャクッとします。すごい。あ、食感がね柔らかいんですよ。それもなんかこうちょっと粒が入ってるのがシャクシャクって。これは何味なんだろう。あ、ミルクチョコレートストロベリーなので、ストロベリーの粒子がシャクシャクっとこう入ってるんですね。あ、すごい感動です。そんなストロベリー感出してきてないのに、表はですね、味はしっかりストロベリーの、しかもくどくないんです。よくあるあの100均のとかでよく売ってるいちごの割れチョコみたいな感じのですね、ちょっといちご感がくどいなって時も私あるんですけど、すごいちょうどいいいちご感で、まあ感覚としてはこういうものに近いですね。こうなんていうか、あ、でもこれはすごくゆずの4乗でしたけど、でもこうくどくない、甘ったるさがないんですよね。これもそうなんですけど、ゆずのねこう味が濃縮されてるって感じで、フレーバーとしてこう甘めに作ってあるってことではなくて、本当にこうしっかりこう材質が生きているって感じですね。これはですね、ティーブレイクの時にですね、お紅茶が合いそうですね。お紅茶、おお、すごくストロベリーが、ストロベリーの酸味がすごく生かされてます。で、硬さもあのよくあるなんか、まあ、高級すぎたし、パキパキするチョコレートって私ちょっと苦手なんですけど、シャクッとしてね、すごいね口どけがいい、歯触りのいい感じになってます。あっさりとしたダージリンティーとかアールグレイとか、その辺のあっさりとしたストレートの紅茶でいただくと、すごくいいティータイム、ちょっとおしゃれなティータイムになるんでしょ、じゃないでしょうか。うん、1枚でも食べてた。せっかくなので、このダークチョコレートもね、ちょっと今日は長尺ですけど、食べる日記はノーカットノー編集なので、ゆるく見てください。普段こいつはこんなことをしてるんだなっていう感じで、こいつの食生活をゆるくね、一緒にご飯を食べながら見てやろうみたいな感じで、よかったら応援してください。応援っていうのも変ですね。変な話ですね。これはまたアーモンドって書いてますので、ちょっとわかりますか？つぶつぶしてるんですよ。もうつぶつぶ、この裏側からでもつぶつぶ感がちょっと表現する。あの、にじみ出ている。でもやっぱりこう香りは画材、クレパスとかその辺の油分の多いこう画材のような
香りなんですけど、食べると、あ、これはもうしっかりアーモンドが目に見えて目視できますね。さっきのストロベリーは、見ただけではこれがストロベリーなんだなっていうのは分かんなかったんですけど、これは目視でアーモンド、割と粒が、この薄いチョコにしては粒が大きめに入ってますね。でも、ここのアーモンドもそうですし、チョコレートも、こちらのチョコはね、ココアっぽいチョコレートですね。ココアっぽい、こう、ビターじゃないな。甘めなんですよ。これだけココアが入ってても、ビターではない。濃厚な感じの、でも濃厚な、でも甘くどくないというか、ココア独特のなんか深みってあります？よね？ そんな感じです。美味しいです。これね、逆に牛乳とかと一緒に、ホットミルクとか、そういうものと一緒に食べると素敵かもしれない。さっきのストロベリーの、こちらの方は、アールグレイとかダージリンティーとか、お紅茶が合います。個人的な主観です。こちらのココアとアーモンドが入ったような、こちらの赤い方のオリバは、私個人的にホットミルクと合わせたらベストだな。いろんなチョコがありますね。美味しい。いただいた。ありがとうございます。じゃあね、美味しいチョコも食べて。まあ今年私がバレンタインのチョコを作ったかどうかは、さておき。そうやってね、いろんなチョコレート菓子をこう楽しめる大人のお休み時間があるっていうのは幸せなことですね。ということで、チョコレートから元気もたくさんもらいまして、またね、まあ本日はライブなんですけども、夜四谷アウトブレイクでやってますんで、ぜひ皆さんいらしてください。って感じで終わりにします。今日の食べる日記はチョコレート3種、ガーナチョコレートと、ガーナ生チョコレートと、明治座チョコレートのゆずバーンと、このね、食べてしまいましたけど、このチョコレートパフェのレビューと、あと、いただきもののゴディバの、こちらの2種類のチョコレートですね、の食べる日記でした。それでは皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。次の動画まで、See you next time!「水族館の夜にお邪魔します」